はい、ここは、松坂のかゆみ富士です。嘘です。僕が勝手に、名付けた名前です。はい、かゆみのここから見るとね、綺麗な山の形に見えてね、僕好きなんですよね。はい、この田園の風景がね、有名なね、まあ元ブロガーさん、女性の元ブロガーさんなんですよね。はい、その方がよくこうなんていうのかな、なんていうのかな、紙ブロガーみたいな感じでね、元ブロガーのこういうなんていうのかな、こう紹介をね、してくれてるんですよ。まあ女性紙元ブロガーとかね、まあこうカップル元ブロガーみたいのもやってたかな。はい、その中で、男性元ブロガーっていう紙元ブロガーみたいなね動画が、あったんですよね。まあちょっとね、チラチラっとこう見てみよう、誰が紹介されてんのかななんていう形で見て、いたんですけれどもね、びっくりしたことにね、俺が出てんだよね。嘘とか思って、いやね、そのまあ皆さん他何十万とかね、少なくともやっぱり5万とかね、8万とかそういう人ばっかりなんだけどね、なぜか俺だけ、2万とかって紹介してくれてんだよね。びっくりした。はい、まあそんな嬉しいハプニングもありましたけれどもね。はい、その紹介してくれた元ブロガーさん、ありがとうございます。まあただね、そうですね、紙ブロガー、紙元ブロガーっていう風に紹介していただいてたんですけど、まあ少なくとも空波の場合はね、紙じゃなくてね、多分あの紙ですね。紙のように薄っぺらい元ブロガーです。はい、ということでね、びっくりした。まさか自分がそういう紹介をされてるとは思ってなかった。まあ、しかもそこで語られてるさ、そのメンバーといえばさ、もう本当にびっくりするようなね、あの有名な方ばっかりの中でね、ポツンと僕だけね、2万何千人みたいな感じで紹介されててね、ちょっと恥ずかしかったけどね。まあでも本当にちょっと嬉しかったですね。ありがとうございます。あまりね、僕はね、有名な元ブロガーさんってそこにね紹介されてるような、逆にね、有名な元ブロガーさんっていうのは逆に見ないんですよ。あまり見てないんですね。でむしろ、そのチャンネル登録者様数が少ない、元ブロガーさん、こういう、まあ、空波と比べてですよ、そういう元ブロガーさんよく見ます。やっぱり、まあ、何千、そうですね、2000、3000、ぐらいまでですかね、少ない方だとやっぱり100以下なんていう方も結構見てる方いますね、僕。はい、あまりコメントはしないです。正直皆さんの動画ね見てますけどね、コメントはしません、あまり。まああと紹介もね、あまり、まあ本当はね、いっぱい紹介したいんですよ。まあチャンネル登録者様数がね、伸びたいなっていう元ブロガーさん、たくさんいらっしゃると思うんで、そういう方は少しでもね、僕の動画で、こう名前を言ってあげればね、もしかしたらちょっとは増えるかもしれないもんね。逆に僕がそういう人の立場だったら、言ってもらえたら、さっきのね、女性元ブロガーさんの話じゃないですけど、やっぱり嬉しいので言ってあげたいんですけど、まあ、やっぱり、ね、ちょっとそこを躊躇するんですよね。以前にもね、こうなんていうのかな、すごい面白い元ブロガーさん、始めたばっかりですけど本当に面白い元ブロガーさんですみたいな形でね、紹介して、まあ見た元ブロガーさんがね、もうその後本当動画出さなくなってしまったりとかね、なんていうのかな、いいお客さんばっかりそっち行けばいいですけど、まあそうとは限らないからね、なかなかこう言いづらいっていうのは言いづらいです。はい、まあただね、やっぱり僕思うんですけれども、確かにね、そう何万とか何十万というようなチャンネル登録者様数を持ってる、まあ、元ブロガーさんというのは、ある種カリスマ性というか、本当に、まあ、一芸二芸、どころじゃないですかね。もっとたくさん秀でたところがお持ちの元ブロガーさんが、たくさんいらっしゃいます。ですのである意味、神元ブロガーと呼んでいいのかなというふうに思いますけど、僕はねやっぱりチャンネル登録者数と、全くこう比例せずに、ただその方の動画を見て、この方の動画っていうのはやっぱり、すごいなって、思ったりするってことは結構やっぱり多いんですよね。まあ、これは元ブログに限らずなんですけれども、
そうですね、まあ、例えばですけれども、まあ、これ、ソラナミの友達だとね言いやすいんですよね、はい、ちょっとお友達の話を例に出させていただきますけれども、まあ、例えば、そうですね、僕ソラナミの友達でいうとダディライダー健太郎さんという大阪の元ブロガーさんがいらっしゃるんですよね。まあ、この元ブロガーさんは、まあ、ソラナミも個人的にもすごく、仲良くさせていただいてて、まあ、お友達なんですけれどもね、この方のね動画見ていただいてない方はですねぜひ一回ちょっと見ていただきたいなと思うんですよ。まあ逆にね、なんていうのかな、こうトーク、はい、トークを、まあ、ソラナミのチャンネル見てる方っていうのは結構多くの方が、画面は見ずにね、ソラナミの話していることをラジオ感覚でずっと流してるだけだよっていう人結構いるんでね、ダディライダー健太郎さんの動画っていうのは、ものすごいこう映像と、音楽と、そのコラボレーションというか、本当に凝っていて本当に美しくて本当に見ていて、僕はいつもダディライダー健太郎さんのね特にツーリングの動画とか、まあ、行った場所とか映してる動画とか見るとね本当にその場所に行きたくなる、はい、本当にその場所に行きたくなるなっていう、まあ、絵をね、出して来られるんですよね。でツーリングの風景とかねそういうのも合わせて、本当に、まあ、本数はね出せないでしょう。だってすごく編集に手間がかかると思います。360度も使ってますし ね 4K で書き出されてたりしてますんでね、まあ、僕とは違いますよ。ちゃんとその辺手間かけてますから、だからそんなに本数はね、出ませんけれども、出るたんびにね、本当に楽しみにね拝見させていただいている元ブロガーさんですね。まあ、ダディライダー健太郎さんの動画は、僕もね本当は参考にしてね真似したい部分、まあ、取り入れたい部分、そうですね、吸収したい部分というのはたくさんあるんですけれども、およそ吸収できません技術的な問題でそういうなんていうのかな、一芸っていうかな、まあ、一つのことに本当に、突出して、素晴らしい、人っていうのは、僕は、まあ、ある意味僕の中では、まあ、神ブロガーというふうにね、思っています。はい、そうですね、あとは、まあ、最近、っていうかここ1年ぐらいで元ブログを始めた方の中で、まあそうですね、まあ、これもソラナミのお友達なんですけれども、まあ、伊勢吉元ブログさん、はい、伊勢吉さんとも僕はお会いしたことありますけれども、この方はなんていうのかな、本当に、本数をすごくきっちりとコンスタントに出していらっしゃいます。で、いろいろね、回る動画、回らない動画、あると思うんで、まあ、いろいろこう企画っていうかね、やられることっていうのは、若干ねちょこちょこ変わったり、して、いるんですけれども、やっぱりこれだけね、まあ、1年ぐらいじゃないんですかね、伊勢吉さんは、でもそれでも本数、動画本数が、もう200本近いんじゃないですか、まあ、180本とか90本とか、もう出してらっしゃると思いますよ。これすごいなと思いますね。このペース、出し続けていったら本当にすごいなと思います。僕が今、何年だろう、俺モトブログやり始めて何年、8年ぐらいかな、になると思うんですけど、僕それで、こう今が2000本ですから、僕のペースよりももしかしたら早いんじゃないですかねそんなことない？同じぐらい？あ、俺の方がちょっと多いか。はい、まあ、ただ、ソラナミはね、一時狂ったように、1年半ぐらい毎日更新っていうアホなことをやってましたからね、まあ、それはちょっと多いでしょう。まあ、ただ、でも、ソラナミそのに、近いぐらいの、更新頻度で出してきてる元ブロガーさんっていうのは、僕、あんまり見ないんですよね、そんなには。なんで、この伊勢吉元ブロガーさん、もね、今後、楽しみだなというふうに、思って、見ております。はい、やはりね、こう僕はね、まあ、ダディライダー健太郎さんっていうのは本当に、まあ、ちょっとこんなこと言ったらいいのかわかんないですけど、本当にいい人なんですよ。本当にいい人真っ白な感じの人なんですよ、僕から見るとね。で、僕はどっちかって言ったらグレーです真っ黒でもないし真っ白でもありません、はい、人間的にね。で、
伊勢吉さんもね、どっちかというと僕に近い感じかなとは思いますんでね、まあ一癖二癖ある部分を隠さずにね、これからも出していけたらですね、僕のチャンネル見てるお客さんはすんなり見ていけるのかなというふうに思いますので、皆さんね、ぜひ機会があったら伊勢吉元ブログさんもチェックをしてあげてください。僕オープニングね、いろいろね、こうタッタラタッ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 ってラッパが鳴るやつがすごく評判がいいんですけど、僕ね、にじり寄りながらね、伊勢吉伊勢吉伊勢吉元ブログっていうオープニング好きだったんだけどな、俺もやってみてえなと思ってね、ちょっと最近出てこないんでちょっと残念です。はい。それからね、空波がいつもね拝見させていただいてて、いいなーって、空波にはない部分なんですよね。空波には全くない部分で、本当に羨ましいな、いいなって思う、元ブロガーさんがいまして、これ関東の方の、元ブロガーさんなんですけれども、空チャンネルさん、ね、空波チャンネルと空チャンネルですねこの辺も共通点ありますけども、空さんっていう元ブロガーさんがいらっしゃいます、でこの方ね、初めは喋らない元ブログをされてたんですよ。でも僕がね、結構執拗に喋、ってみてください、喋ってみてくださいってこうお願いをしてたんですよね。で喋っていただけるようになりまして、でなんていうのかな、ソラさんの元ブログっていうのは、僕の元ブログっていうのは完全に僕の世界なんですよね。完全に空波鳥の、世界観の中で元ブログが展開していくんですよ。はい。ですけれども、ソラさんのチャンネルっていうのは、そうじゃないんですよね。つながりなんですよ。人とのつながりなんです。チーム YouTube っていうね、ツーリングチームを、作られてましてね、いろいろその中でね、韓国から、来られてね、日本で働いてて、韓国に帰られる方とのね、出会いと別れであったりとか、転勤をされる方とか、怪我でね離脱される方とか、本当にそういう一人一人のメンバーとのですね、心の交流、それを本当にこう描いたチャンネルになってて、バイクって素晴らしいなっていうのは、僕にとってはオートバイに乗るっていうことは本当に気持ちが良くて、嫌なことも忘れられて、すごくいいなという部分とはまた違った、オートバイに乗ることで、横のつながりがどんどん、広がっていって、今までね、本当に出会うはずのなかった人、そういったような人たちとどんどんつながってリンクしていく、こういう楽しみを、見てる人間にもね、疑似的に、味わせていただくというような、そういう本当に素晴らしいチャンネルですね。で、中でもね、P さんという女性の、メンバーの方がいまして、僕はその P さん大好きなんですけどね、P さんファンなんですけども、その、P さん独自のね、P チャンネルっていうのも確かあります。ソラさんの、ソラさんがこう作ってくれてるんですけどもね、はい、ぜひ、見てください。僕はいつもね、その P さんの動画を見させていただいてね、いつも癒されてます本当に心温まるような、チャンネルなんでね、特に叫ぶシーンがいいよね、はい、心の叫びね、はい、ぜひね皆さんも機会があったら、見ていただけたら嬉しいなと、はい、いうふうに思います、そしてそうですね、最後をこれはちょっとどうしようかな、ちょっと迷ってるんですけど、先ほど言ったようにね、僕がこう紹介したがためにね、こう動画をもしかしたら出さなくなってしまったのかなっていう元ブロガーさんが、昔いたということもあったので、どうしようかちょっと今でも迷ってるんですけども、実はですね、最近こう元ブログを始めた、元ブロガーさんの中で明らかに、この人は、こういわゆる神というか、すごい才能だなって、思ってる元ブロガーさんが一人いらっしゃいます。はい、これが、トドロキドット、CB1100 プラスアルファさんだったかな、ちょっと長い、はい、この方の動画、はい、オープニングの初めの一発目、いわゆるその元ブログ始めましたっていう動画なんですけどもね、それがですね、前にご紹介させていただいた、すごいなって思う元ブロガーさん、よりもさらにすごいね
いや初めてでこれ取れるんだったらもうどうなっちゃうのっていうレベルです。はい、まあ本当にそれからね更新頻度も悪くないですしね、まあ、ただね本当にチャンネル登録者様数がついてきてないんですよ。なんで本当にちょっと心配なのはこうね、あまり、手の込んでる動画です。しかもあの僕の動画よりもよっぽど手の込んでる動画を作って定期的に出してらっしゃる方なんで、まあ、そういった方がねなかなかチャンネル登録者様数が、増えていかないと、まあ、心折れてしまうっていうこともね、あるんですよね。だから紹介した方がいいのか紹介しない方がいいのかっていうのはこれなかなか難しいとこで、はございますけれども、まあ、しかもね勝手に紹介してるわけだからね許可取ってないからね。はい、ですので、まあ本当にね、そういったような、才能の塊みたいな人がね、たまに出てきますよ。でもね本当に残念なのはそういう才能の塊みたいな人っていうのがなかなか、YouTube では、なんていうのかな続けていかれないっていうのが現状です。はい、おそらくそのチャンネル登録者様数1000人の壁、というところだとは思うんですけれども、まあ今、僕が、2万数千人です。はい、僕が2万数千人取れるっていうことは正直言いますけれどもなんていうのかな誰でも取れるんですよね。で、しかも本当に才能のある人、そういうような人っていうのが初期の段階でどんどんこう動画を出さなくなっていってしまっているというのが現行のね、YouTube の世界なんじゃないかなというふうに僕は思います。はい、で多くの本当に才能そういったようなものをもっと早めにこう発掘させて、そしてこうなんていうのかな、露出を上げるような仕組みっていうのも僕は YouTube さんには求めたいなというふうに思います。それがなければやっぱりどんどん今後ねこの先 YouTube っていうものは先細っていくんじゃないかなというふうに思っちゃうけどね。はい、ということでね、今日は、まあ、ある意味ちょっと元ブロガーさんの紹介動画みたいな、形になりましたけれどもね、はい、皆さんぜひこうちょっと気が向いたらですね、今日紹介させていただいたような元ブロガーさんの動画を、見てください。はい、どうもありがとうございました。